やりました。お、なに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 。私すする、はい、ラーメン二郎、現在営業しているお店すべて制覇しました。おへーい。ミッドナイト TV。 いやー、なんか短かったより長かったよ。長かったね、はい、もう最初は何に始まり。最初は目黒スタートよね。あ、そうなんだ。目黒初めて大学で東京来て。そうね、大学1年の時に多分目黒、おー、出会って、はい、そこから長かったな。長かったな、確かに。ハマったのは？ハマったのは大学2年から。大学2年から、うん、サークル内で二郎部も結成し。そうだね。いまだにあるからね。あ、まだあるんだ。いまだに活動してる。今回は二郎部ではないけど。そうね。最後の1店舗。最後の1店舗行ってきました。どこですか？蒲田店。最後の1店舗は都内。なんかね。札幌とかで起こったから、そう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 。なぜか都内。なんかね、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。なんで蒲田行ってなかったの？いや、まあ正直ちょっと蒲田ってなんかこう、あんまり評判が良くなかったのね。ああ、正直ね。そうそうそう。で、行って食べたら、うん、めっちゃ良かった。あ、マジ？そう。あ、じゃあ良かったね。めっちゃ良かった。ラスト、ちゃんとうまく締めれて。そうそう。なんか同行した人がでも、うん、なんか、あんまり苦労しないで食えたのね。そんなに並ばなくて。うん。本当店内満席ぐらいですぐ入れたから、うん、あんま苦労しなくて、ちょっとこれはジロー食った気がしないみたいなだけど、やっぱ並ぶのも含めてジローだと多分その人はそういう人。いや、まあわかる、すげえわかる。だから俺なんか全然味的にはすごい良かったです、醤油がすげえ立ってて、ちょっとまああっさりめの醤油立ってるみたいな感じですごい食べやすくて、あとやっぱ蒲田といえばあの唐辛子のトッピングが、あ、そうなんだ、氷に唐辛子があるんで。あ、氷にあるんだ。へえ、面白い。彷彿とさせる。あ、そうだね、はい、うわ夏。ババジロウを放出したんで。いや、でもすごい良かったです、本当に、蒲田行けて。じゃあ、蒲田二郎あるあるくださいよ。蒲田二郎あるある一店舗ごとにちょっと二郎あるある欲しい。味以外でも。でも、蒲田二郎は、唯一、全二郎の中で、JR っていうのが入ってるの。普通、どういうこと？戦場橋駅前店とか、JR 西口蒲田店っていう、あ、とか、もう意味わかんないの。JR 西口が先なの？ JR 西口の先JR 西口蒲田店ってJR 西口、ね、蒲田店なんてなんだろうね。なんかアメリカみたい、アメリカの住所みたいな。あ、確かに言ってく感じね。あ、面白いね。なるほど、覚えたわ。ぜひ覚えておいてください、うん、まあ二郎全部食って、これからどうするんですか、二郎ライフ。まあまあ好きなところにまたたくさん通っていきつつ、なんか限定とかをちょっと、限定というか今まで食べたことないメニューをいろいろ食べていきたいなとは。あ、つけ麺、うん、そう、つけ麺とか食べたことないやつ食べたいなと思ってます。今一番行きたい二郎は神保町結局結局ね。まあなんかちょっと全店制覇したし、なんかお祝いしよう今度。ああ、したいしたい、うん、ぜひ。おめでとう、本当に。ありがとうございます。いや、おめでとうございました。満を持して、満を持して、満を持して。漫画増えたよ、知ってる？めっちゃ増えたよね。もう積んでんじゃん、しない。そう、もう入ってないから。ついに本棚に入らなくなったから。やばいわ。この本棚に入んないって結構な量だよね。ね。2列だからね、これ。ね。2列。そう、後ろもある。そう、後ろがあるんですか。実家にもあるんでしょ、まだ。実家にもあるよ。やばいわ。漫画だね、ほんと。漫画。漫画ですね。それ、進みだから、まず、ジョジョを読んでもらい、ワンピースも前回があって、ワンピース読んでもらい。ワンピース難しいからな、ちょっと。ハガレンを読んでもらい。ハガレン読みたいよね。ああ、いいじゃん。ヒカゴも読んでもらい、全部読んでないじゃん。俺本当だよ、俺コナンとハンターハンターしか知らないもん。ジロー、ジローしか知らねえよこいつは。本当そうなんだよね。いや、食い物は詳しいからね。ジローのことしか知らねえんだから。確かに、頑張ってください本当。そんな敬遠しないでよ。頑張ってください本当に。うわ、めっちゃ敬遠してる。ちょ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 